インボイスへの準備がいよいよ始まります。こんにちは、税理士の宇場敏子です。今日はいよいよ始まる適格請求書発行事業者番号の申請という、その申請のやり方について説明をしていきます。書式は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。紙で提出することもできますし、 e-tax で提出することもできます。今日はその書き方について具体的に書類を出しながら説明していきますので、ぜひこれを見ながら記入して10月1日になったらすぐに提出ができるよう準備を進めていただければと思います。では早速始めていきましょう。まずこの適格請求書発行事業者の登録申請書というもの、これは2分の1、2分の2の2枚裏表になっている書類です。この表に書く事項からまず説明をしていきます。まず表には事業所の所轄の税務署ですね、新宿であれば新宿税務署とか四谷税務署とか、そういった税務署の名前を書きます。そして右上のところに住所または居所、これは法人の場合は本店の所在地、そして個人の場合には、自宅であったり事業所の住所ということになります。でさらに納税地を書きます。これ納税地と住所が同じであれば同乗という書き方でも大丈夫かと思います。続いて氏名または名称ということで、法人の場合には株式会社何々、合同会社何々などの表記、そして個人の場合には個人の名前になります。で次ですね、代表者氏名は法人の場合に記入します。代表取締役何々ということで、それぞれ振り仮名を振るというような書き方になっています。さらに法人の場合には法人番号を記入することになっています。はい、さらにですね、この下のところに注意事項が書いてあります。この申請書に記載した次の事項括弧米印の印の欄は、適格請求書発行事業者登録簿に搭載されるとともに国税庁ホームページで公表されますということになっています。これはインボイスのためにですね、この適格請求書発行事業者というところに登録をすると、税務署の方が登録簿というところに登録をすることになっています。その登録簿に搭載された日からインボイスの発行ができるということになります。もちろんインボイス制度が始まってからということになりますので、今提出をしても令和5年の10月1日が一番初めということになります。ここでその搭載簿に記載される事項というのが書いてありますので、これはちゃんと目を通しておいてほしいんですね。まずですね、申請者の氏名または名称、さらに法人であれば本店または主たる事務所の所在地、法人であればということになってますので、個人の場合には基本的には住所は記載されないことになっています。そして登録番号と登録の年月日が公表されることになっています。常用漢字を使用するので、記載された文字と公表される文字が異なる場合があるということが注意書きとして書かれていますので、常用漢字ではない漢字を書かれたとしても常用漢字に変換されるという意味ですね。さらにその下の注意事項、どういう意味かと言いますと、これはまあ令和5年の9月30日より前に提出する場合の書類ですよということになります。そして令和5年の3月31日までにこの登録申請書を出せば、令和5年の10月1日に登録がされるということになっています。はい、ではその次です。選ぶべきポイントが出てきました。この申請書を提出する時点において、消費税の課税事業者なのか免税事業者なのかというところです。ここで今現在これを提出する時点で免税事業者の場合には、ここにチェックをするだけではなくて次に書くところがありますので、免税事業者を選ばれた場合にはここからも引き続き見ていただければと思います。その下はですね、万が一令和5年の3月31日までにこの登録申請書を出せなかった場合の理由を書くところになります。やむを得ない事情があれば認められることになっていますので、これがやむを得ない事情に該当するのかどうかというところを判定する部分ということになります。では先ほどの事業者区分というところで、この申請書を出した時点で消費税の免税事業者だった方、引き続き裏面にも書くところがありますので、この後続きます。ではこちらに裏面のモデルを出します。ここがですね、この申請書のちょっと分かりにくいところなんです。というのも、この裏面免税事業者の確認というところで、こちら赤で
囲った部分については、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律、云々の適用を受けようとする事業者というふうになっています。これどういうことかと言いますと、今回インボイス制度が始まるから、それをきっかけにご自身は免税事業者でいられるんだけれども課税事業者を選択する場合、そういったケースに当てはまる方がこちらの赤枠に書くことになります。当てはまる場合には個人番号ですね、マイナンバーであったりとか、事業内容と生年月日のところ、法人であれば設立年月日になります。法人のみ事業年度の記載と資本金の記載もありますので、さらに事業内容を記載するという形でここに埋めていきます。では青い部分については誰が記載するのかということなんですが、令和5年の10月1日から令和6年の3月31日まで、つまりインボイスが始まって半年間の間に消費税の課税事業者になる方が対象なんですけれども、そのうち課税事業者判定で課税事業者になる、つまり2年前の売上が1000万円という基準だったりとか、資本金という基準だったりとか、そういう課税事業者判定という判定で課税事業者になるという場合、あるいはですね、ご自身が課税事業者を選択するんだけれども、その選択をするスタートがこの期間内である場合ということです。つまりざっくり言うと、インボイスをきっかけじゃなかったとしても、この時期に消費税の課税事業者になる、あるいは消費税の課税事業者を選択するという人が対象になります。この青枠のところにそういう方はチェックを入れることになります。この赤枠と青枠、大きな違いがあります。それは赤枠の場合には消費税の課税事業者選択届出書という届出書と、今回のこの登録申請書を兼ねることができます。そうすると1枚で済むということなんですね。ですが、この青枠に対象になる方は、今回のこの登録申請書の他に課税事業者になるということの申請が必要になるということになりますので、2枚必要だということ、これが大きな違いになります。そしてこの2枚目の下の部分ですね、登録要件の確認というところ、ここはもう質問に答えていく感じ、はい、いいえだけなので、1つ目が課税事業者ですというところ、はいなのかいいえなのか。ここで気をつけなければいけないのは、この申請書を提出する時点において免税事業者であったとしても、免税事業者の確認の欄のいずれかの事業者に該当する場合ははいを選択してください。先ほどのこの上の部分ですね、上の部分で赤に該当する、青に該当するという場合にははいという方にチェックを入れるということです。続いてですね、消費税法に違反して罰金以上の刑に処されたことはありませんというところ、はい、いいえで答えることになっています。これまあ、はいの場合にはですね、もしかしたら登録申請ができない可能性がありますが、その刑に処されたという期間を終えてですね、2年を経過していれば大丈夫ということになっているので、その場合にはこの小さい箱の中にもチェックを入れるということになっています。というわけで、今回は適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方についてお伝えしていきました。ここで一つ補足があります。先ほど登録事業者番号の登録簿というものに何が公表されるかというお話をしました。その公表されることについて希望を出すことができます。その希望したいこと、希望が叶うことはどんなことかというところも補足として追加しておきます。次、この書類をご覧ください。適格請求書発行事業者の公表事項の公表変更申し出書というものです。こちらを希望して出しますと、個人事業者の場合、例えば先ほど登録番号のところでは個人名しか登録できませんでした。それを屋号を登録することができます。また所在地、個人の場合には所在地は記載されないということになっていましたが、希望すれば所在地を公表することも可能です。さらに住民票に通称が併記されていれば、それを併記することもできます。そして住民票に旧姓が併記されていれば、そちらを公表することも可能です。また人格のない社団等の場合にも、本店または事務所の所在地というのを記載することができる、公表することができるということになっていますので、そういった公表事項の希望をしたいという場合には、こちらの申請書も合わせて提出をするということが可能です。はい、
というわけで今日は令和3年10月1日から始まりますインボイス制度適格請求書の発行事業者登録番号の申請書という手続きですね。この手続きの申請書の書き方についてご案内をしました。ぜひこれを見てすぐに書いていただいて、すでに課税事業者の方々は忘れずに登録申請書を出してしまってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の上田敏子でした。